東京オリンピック・パラリンピックの競技施設などが多い湾岸エリアで、警視庁が外国人観光客などに横断歩道での事故防止を呼びかけました。警視庁東京湾岸警察署は、東京大会の都内25カ所の競技場のうち12カ所が館内に集中しているほか、海外メディアの拠点となるプレスセンターも設けられ、開催中多くの外国人が集まると予想されています。20日は警察官が外国人観光客らに英語や韓国語、スペイン語などで交通ルールが書かれたビラを配ったほか、歩行者側が青信号でも車の進行に気をつけて渡るよう呼びかけました。一番危ない場所ですんでね、歩行者の走る歩くところと車の歩くところが重なり合う部分なので、交差点というのはね、ですので歩行者だからといって優先されてるんだよっていうことは、危険ですので、ぜひぜひ周りをよく見ていただいて、